うわー、マジで美味しそう。いきますよ。いきますよ。あ、無理。トリマ10個制覇。え、すげえ。え、待って、早くね。幸せすぎる、この景色が幸せ。あ、写真撮っとけばよかった。あ、最高。うちさ、海鮮丼食べれないんだよね。このぐらいのサイズ感が一番なんか、なんかもうこれぐらいのサイズ感が結構いるから。もう団体様なんだ。団体様ご来てるんだ。何違いました。違うよ。え、違うよ。嘘でしょ。え、体勢変えちゃいけないってルールあったっけ。ない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 けど、なんかあからさまになんか。それずつ自分も箸止まってるから。え、止まってない。あんたを見てただけだ。あ、そう、うんうん、好きじゃん。うちのこと、うん、いけるまだ、まだいける。もう、ギブだ、ギブだ。全然違う、違う。相手を揺さして、なんか、いけなくなった時に食べる。で、そういう魂胆が来ると思うので、私もわざときつくなってきたって言ってみます。きついわ。やばい、なんかきついかも。多分、引いたと思います。ねえ、笑わせないで、本当にマジで笑う、笑えば笑わせるのとか言って、たぶんなんかわざと笑わせすぎて、いや違いますよ、そういう魂胆なんだと思います。いや、なんか笑わせるのとか言って、本当は面白くて笑いたいんだと思います。何の話ですか。あの、ここだけの話、リホちゃんのことを睨みたいと思います。私もちょっとなんかムカつくのに睨みます。俺実際やってたからね、うちら小学校の時にね、先生に怒られたと思って。絶対バレてたんだろ。